眠いですね。はい。どうです？皆さん来てくれてるんですかね。あ、来てますね。はい、寒いです。とても寒い。たまちゃん。レインボースターありがとうございます。ありがとう。今日さ、今日さっていうか、私肋間神経痛持ちなんですけど、今日まあそれとは関係ないかもだけど、胃が痛くなって。で、胃からどんどん、なんていうんだろう、脇腹横隔膜、まあ全部痛くなって、ですごいんだよ。そうするとさ、息できないんだよ。空気吸ったら痛いし、だから大きく深呼吸ができないの。でも息は吐こうとするからさ、ほんとう、なんか息が苦しいってこういうことなんだ。ってなったのね、今日。お腹すくじゃん。毎日ご飯食べてさ、帰ってきてさ。でもやっぱ本調子じゃないしさ、もうこのまま寝ようかなって思ったんだけどさ、ちゃんとお風呂に入って洗濯機回したわけよ。洗濯物干してない。忘れてた。うわ、めんどくさ。今さ、私布団の中にいるんですよ。で、今地味にもちょっと暖かくなってきてるんです、布団ね。うわ、待って、絶対いやだ。あ、めんどくさ。めんどくさ。すごい、なにそのたまちゃんのこの金色のアヒルみたいな、ありがとう、 I love you って、なんか送ってきてくれてる。あ、手紙かこれ、ありがとう、ハートもありがとう。洗い直ししないよ。あ、めんどくさいな。ものすごくめんどい。
こんばんは、ようこそ。今日何日？イエー、マスオくん、イエー、ありがとう。今は痛くないの？痛くないよん。痛くないよん。遊びに来たよ、いらっしゃい。いやー、そのさ、肋間神経痛っていうのはとっても厄介なんだよね。なんか何かしたらとかじゃないからさ、急に来るから。そんなもんなあ。で、今日は体調がすこぶる悪かった。まあ、日付変わって、まあ、昨日ですね。災難ですよ、本当に。そう、何の前兆もなく急にピーンって。でも何分も続くわけじゃないんですよ。とても厄介な病気です。これは。でも治す方法とかさ、見たらさ、なんか早く寝てくださいって書いてた。もうあかんやん、起きてるもん、こんな時間まで。うん、生活習慣が乱れてたり、そうだ、私みたいな生活してると良くないんですよ。でさ、痛み止めもらうとかさ、そういうさ判断もあるけどさ、いやでもそんな前兆もない急に来るものにどのタイミングで痛み止め飲むんだって話じゃん。あ、めんどくさ。はい、つくばって洗濯機の方まで行くか。うわ、待って、落ちたから。初訪問、いらっしゃいませ。初訪問がこんな。ね、ラジオで申し訳ない。え、そう、ストレスで来るものみたいな。え、そう、私ストレスとか分かってないんですけど、何をもってストレスなのか。まあでも自然と体にこうやって出てるってことは感じてるんでしょうね、何か。お大事にって、ありがとう。大事にするわ。今日はだから歌とダンスの稽古をして、
でもさ、もう歌えないから今日胃が痛がね、なんか周り痛すぎて、でそれはパスしてダンスから参加したけど、今回も同じ曲でダンスがあります。はい、ボイドさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。あ、目覚まし時計かけなきゃ、で今日寝落ちしてもいいように、いや寝落ちしたらダメだから、寝落ちした時用のアラームをね、 iPhone はこの時間帯のねかけてたのよ。けどやっぱその意識が強すぎて、はっって何回も起きた。ないか、そうだね、肋間神経痛、そう、でもね、私は肋間神経痛と言い張ってるけど、どの医者も私の原因を分からんみたいな、マジで、調べて、もうすぐ分かった、もう絶対。絶対症状もう全部当てはまってるもんと思って、どの医者も分かんないんだから、肋間神経痛知らないのって言いたくなっちゃう。だからもう病院に行くことはやめました。うん、こんばんは。でもツイッターで肋間神経痛って調べたらさ、やっぱそういう人いたわ。肋間神経痛きたみたいな仲間おったと。ああ、黙ってしまう。メイクは落としたっけ、私メイク落としたよね。病院行った方がいいって、そうだ、行った上でどの人も分かんないって言うって、あぁって思って。そう。脈がっていう医者もいれば、その
たいタイミングが来てないからちょっとわからない。あ、である時それに出会ったんですよね。肋間神経痛だっていう、あれ自分でネットで調べたか、あとツイッターまたツイッターの話するけど、なんか私同じ症状の漫画で表してる人がいて、やっぱさ焦るじゃん、心臓付近がギュッて痛くなるから、え、やばいこれ死ぬみたいなんでいろいろやっぱその人も検査したらしくて、で最終的に医者に言われたのが肋間神経痛だなんて、こうやってね言ってくれる人がいたらいいんだよ、私だって検査したし、その上でわかんないねわからんじゃないの、岩の負担のファンレベルが上がりました、ありがとうございます。こんばんは、どうもこんばんは。こんばんは、いらっしゃい。うわ、ちょっと頑張っていて、うん、痛くない私起こしてくれよ、いや洗濯物を干さなければいけない、私はそのミッションが今日というかこの寝る前最後のミッションだよ、さあ家にさご飯がさヨーグルトと味噌汁しかないからさ、お腹空いたけど食べることを諦めたことにちょっと寝てほしい夜の10時ぐらい、炭水化物食べてるよ、食べてた
食べた。ご飯食べた、白ご飯。そう。明日何食べようかなって毎日考えてる。食べるの好きやから。こんばんは。明日何食べようかな。起きるか。いやでも。洗濯物だかやってくる。しかし家は私一人なんだ。くそー。今日は顔出すの無理そう。んなわけないじゃん。出すよ。え、待って。3分で洗濯物干すか。今ね、布団から出た。布団から出た。えらい。わ、私えらい。あ、けど無理だ。いや、もう立ち上がったので私の勝ちです。はあ。間違えたわ。ブブございます。Thank you。フル届けてくれた。ありがとう。ありがとう。
からのお仕事私できないです。それはちょっと本当、いや無理無理無理、それはね、楽しそうに歌うことはできるよ、ただ歌唱力がミュージカルに出るほどのものがない。ちょっとそれは、ね、なかったのは考えてなかった。だって上手じゃないし、あれもすごいヒヤヒヤしたんだ。あんたも。こんばんは。続々と人が集まってくるけど。今日の配信私元気ないで、そうミュージカル、そう歌唱、そうやね、あの歌わずに、あのめっちゃ楽しそうに踊ることできる、それは得意なんだけど、多分ミュージカルのダンスとか絶対私得意分野だし、全然そこは、でもねちょっとちょっと、やっぱ聞き心地のいい音楽、歌声ってあるじゃないですか。ちょうどいいなんか音程で歌えるならいいんだけど、歌だけ替え玉、あいいですよそれで全然自分にプライドないのかってね、本当に。でもそこは本当に歌が上手い人、歌上手かったら言う、ヒカルくん、ハートありがとう、ありがとう、ありがとう。いやほら、やっぱ私の親とかも多分ちっちゃい頃、私が小さい頃とか多分兄とか、多分ちょっと やってほしかったりとか多分あったと思うね。けどあの「トゥーモーロー」あんなさ綺麗なさ、あんな出ないわけよ。育三郎さんくらいうまかったらもうもうもう、はいミュージカルやりたいですと言います。あの伸びのある、歌うまいだけじゃダメだしね、ちゃんと感情も込めてさ、ちゃんとそのミュージカルもその歌にはその意味があるから、そこで歌う意味が、そのそのシーンでその曲を歌う意味、腹歌ってるだけやったらな、
さい頃、うん、なんか高い声っていうか、ほら高い声で裏返しなし、ファルセットなし歌える人いるじゃん。あれがね、本当にどうしてなんだろうね。本当に歌えないんだよ、あればっかりは。こんばんは。みんな私今何してると思う？洗濯物干してんねん。めっちゃ偉い。偉すぎる。音域が広くないと難しいのか。そうね、もう、まあ、仮にさ、ソロ曲とかでさ、あの自分の音域に合ったさ、私例えばこの間の歌とかだったら、白銀に焦がれたのは、これぐらいの音程だったら多分うまく聞こえるはずなんだよ。ただそれがもう一個キーが高くなってくると苦しくなっちゃう。歌うまい人はそこも苦しくならずに、あの綺麗に歌えて素敵なんですけど、ガスガス、なぜだろうか。もう少しで洗濯物干し終わる。干し芋、芋食べたい。芋歌うまいのって才能だよな。そうだよね。ゲイに関してはもう本当才能としか言いようがない。いや、そうだから発声練習はもうまあうまくできるようになったとしてさ、そのボイストレーニング、まあ短い時間ではあったけどやりましたよ。この間のニワちゃんになるためには歌うまくなきゃいけないからね。けどやっぱ先生はうまく声が出せてもさ、どうしてそこがブワーって出せるんですかって。なんかきっとダンス、私はダンス得意っていうか好きだし、大体何でも踊れちゃいますよみたいな人に、ダンスがあんま得意じゃない、苦手だ、好きじゃないって人にと、人の気持ちが分かる。
あと3つで洗濯物が終わるぞ。窓元はもう開いてる。なんて久しぶりなの。おはこんなにたくさん閉ざされてた部屋。でも今日だけなら今日だけでもうまくるだろう。夢を見たい。開くんだもん。あ、コメント来てるかな。元気やん。あら、もろた。ザッチ君ファンレベルありが、あ、ファンレベルありが、あ、まかんわ。ザッチ君ファンレベルが上がりました。ありがとうございます。顔を出します、出します。
ついた。
充電が 20% になったって。ねえ、皮膚がこのカサ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 はもう自分のスキンケア次第かな。ただここのカサカサだけがちょっと治んない。でも早く寝ろってことだよね。でも両サイドのほっぺがずっと痒い、ここ最近なんなん。え、こうして劣化していくのかな。やだやだやだ、衰えたくない。人魚ムガムク人魚マリア様なのかな。姉様、その肉を食べてはいけないよ。私は傲慢だった。この世のすべてを手に入れようとした。愛も富も子供もすべてを手に入れようとした。だから人魚の肉を求めた。けどこれは全てを失う呪いだった。友との信仰、家族との絆、大切な居場所、全てを失った。ほら、なんかもう痒そうじゃない、ずっと。うーやだよ。マスクにサングラス、もう見えへんや。マスクにサングラスに帽子とかな、怪しいよね。え、乾燥やと思う。ピアン、フォローありがとうございます。よかったらコメントしてください。病み上がり、今日は寝ます。あのさ、せつなちゃんの時からさ分け目変えたんやけど、言うこと聞かへんねん、こいつが。こっちに行きたいよって言うんだけど、君はこっちだよって言ってんだけど、いや、ここだけちょっと短くするべきではなかったね。こっちに合わせて切っちゃったんだよ。くそー。で、地味に乾いてないねん、髪の毛。ダメじゃん。明日何食べよっかな、そんなことばっかり考えてる毎日毎日。ブサイクやな、なんか。大阪来てラーメンは食べてへんの。食べたよ、食べた食べた、ちょっと前にね。言ってなかったか、久しぶりに。なんか神倉のラーメンってどこにでもあるじゃないですか、東京行ったってあるじゃないですか。いや、なんだけど、なんかサイゼリア行こうと思って、サイゼの方に行こうとしてたらあって、うわ待って、おいしい、なんか、あ、鎌倉醤油の白菜と豚肉が入ったあのラーメン、え、食べたいかもってなって
急遽予定変更して食べた日がありました。あれ舞台終わった後だったかな。ラーメンは美味しいよね。鎌倉行ったことないの？ラーメン好きなのに。鎌倉と辻田は本当に美味しい。好き。あの2店舗は。サイゼラーメンに負けたか。そうやね、負けてん。そう。負けたんですよ。そう、もうちょっと歩かないとサイゼリアないっていうのがあってね、すっごく悩んだんですよ。病弱な女の子には自然と優しくしてあげたくなるのは俺だけじゃないと思いたいし、みんな優しくして。昼何ガンガン何どこ行ったん、なんて読むの。夜町田商店行った。やばい、どっちも分からへん。ごめん、伝わらんくてごめん。私に伝わらなかったその言葉は。ガンジャ、何それ何屋さん。ガストなら知ってるけど。ラーメン屋さん、はあ、なるほど。何豚の星限定ラーメンってそんなのあんの。マニアですね。サイゼは値上げしても行きますよ、好きだから。なんかどこ行くって店迷った時に、サイズでよくないって言える人がいいねんけど、なかなかおらんのよな。なかなかおらんのよな。なんか私さ、別にハイボールとかさ、ビールとか飲めないじゃん。いやだからお酒好きな人はあれなんかな、居酒屋なんかな。やっぱサイゼでいいんだよ、サイゼで。サイゼのドリンクバーでさ、ダラダラできたらそれでいいんだけど、なかなかそういう友達はいないね。うん、サイゼの私がよく頼むのは、まあ、ドリンクバーは絶対だよね。あとはペペロンチーノかディアボラ風ハンバーグか、あとハンバーグとチョリソーのセットか。ピザはサラミとパンチェッタ、もしくはキノコ。まあそれがないときはあれですね、バッファローモッツァレラチーズ。このミラノ風ドリアもあんま好きだけどあんま食べない。あとサイゼのあれも美味しいよ、フォカッチャあるじゃん。フォカッチャが4つ5つ並んでて、で真ん中にミルクジェラートが乗ってて、周りシナモンのパウダーかかってんの、めっちゃうまい。
その人気ラーメン店っていうのあんま行ったことないからな。サイゼにアルコールあるけどさ、え、確かハイボールとかはなくない？あるか。いやにしてもこの疲れ切った状態でよくもまあお風呂入って洗濯してよくやったよ私。うん、もう寝るわ。ちょっと落ち着いてね。文文字ね、文章打ててないよ。おかしいね。読んだるわ今から。そのコメント、サイゼでワインボトルで頼んで残ったら持った持ったって帰っていそう大丈夫大丈夫ね。サイゼ愛伝わる。え、そう、サイゼ好きなんだよね。でサイゼが好きな人がいたらいいんだけど、うん、でよくうちママと二人で全然行くんで、はい。いやでも今日ほんと いいというか、もうお腹全部痛くて、いい、なんだろう、いい、みぞおち横隔膜脇腹みたいな、痛かった、痛くて呼吸がしづらかった時、ああこうやって倒れていくのかって。このままってなるんかって思ったいそかずちゃんかわいいって、ありがとう。こんばんは。ジョイフルって何？ジョナさんは知ってるけど、ジョイフルって何？サイゼで残したワイン持って帰りそう。あれボトル持って帰れんのかな？サイゼママと二人で行った時ワイン注文したことあるわ、グラスで。さあもう終わろうかな。ジョイフルはデニーズみたいな感じ。どこにある？東京にある？てか大阪にある？行ってみたいな。肋間ってなんか調べたところ、肋骨の周りにある神経だから背中とかもあるし、私ビュンって、多分な、私は全然ある普通やけど、びっくりすると思う。急にだって痛み始めるんやもん、背中とかさ普通にやってたら。で普通にしてる時に痛くなるのはこの心臓の下ぐらいで、動いてなる時はうっってなんだよ今のリアルやった？しばらく動けない、やばいよな普通に。ジョイフル、この配信終わったら調べてみよう。九州に多いんだって。ではランキングを読んでいきたいと思います。13位からカレー大好きさん、ザッチくん、空飛ぶうさぎさん、磯風さん、あっちくん、ボイドさん、マスオくん、岩の夫さん、ホリッチさん、ヒカルくん、マッキーさん、ひとよさん。1位が
たまちゃんでした。どうもありがとうございました。ありがとう。バイバイ。早く寝てねって。みんなもね、寝なさいよ。ちゃんと今日のすっぴんクオリティ悪いな。今日はもう即寝れます。すぐ寝れちゃうよ。ではおやすみ。切る。え、ジョイフルは泉佐野の堺貝塚にある。行かないよ、どこも遠いじゃん。え、行ってみたいけどどこも遠ニキビ早く治りますように。バイバーイ。